ミュージックシャワープラスプラス流行語大賞2019。なんか大層なことをやるような雰囲気になってきましたけど大丈夫ですか？あんまり期待はしないでもらいたい。間違いないですよね、これ BGM とか入り方とか当たってますよね。いっちゃんにトントンされてこっち2人で言うとこにしてぼーっとしてたからね。さて、先週リスナーの皆さんから番組で生まれた今年の流行語を募集したところね、本当にたくさんの流行語かっこ出現集まりました。ありがとうございます。これから大賞は一作品っていうのかわかんないですけど一つ一語をご紹介しますが、その前に候補の候補の言葉一語がねたくさん来てるので、これをちょっと皆さんと一緒に振り返ってみましょう。はい、玉里さん行きます。首里のブリュースさんからね、りんたろーさん、まりさん、タイガさん、こんにち は。私的な今年のミュージックシャワー流行語は、父方の先祖はゴリラ、母方は豚、 あと牛小屋、腹黒は腹黒、くもじ姉さんの御言葉、タンドリーチキンね。はい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 、です。今年も楽しみさん、ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。今言ってくれたプリウス君の言葉クリアに覚えてます、全部、うんね、そう、レマにもこれは覚えてる、覚えてる、ね、いつもあんま覚えてないのに ね身に覚えがないんだけど、これ身に覚えがあります。やった記憶がある。こちら楽器ガチャガチャさんから、今年の流行語大賞はババネットですね。ババネットね、はい、私の中では大ヒット、毎日ババさんの登場楽しみにしていますという、同じくねババネットと答えたのが、ちーさんからも来てますね。おー、やっぱりジャパネットのねババさんが、はい、僕ミッキーだよとかモノマネを披露したのもあって、マリさんがグーフィーですねババさんと突っ込んでお笑いしたりとか、完全なるグーフィーなの。ミッキーではないわけなかったんだ。あともう一つ、あ、そっか、今年の流行語ババさんグーフィーですって来た人もう一人いましたね。ありがとうございます。ババさんもインパクト残しましたね、はい、今年 ね本当よ、うん、MJ さんからはね、はい、ミュージャ的流行語大賞、僕はマリのみぞってちゃんだね。あと他にもミュージャ的大賞を考えてみた、レコード大賞吉見大が唇スカーレット、はいはいはい、優先大賞ジェッティンでね、報道大賞サンセットビーチでビキニギャルにインタビューする人見知り大が、あれ今年今年か、もうだいぶ前の記憶。一発ギャグ大賞カリマタリンタロウだった。なんだろう、パッションさんで、パッションやらで、はい、あの 1,2,3 の倍数とかでおかしくなるっていうので、1,2 プロテイン、4,5 プロテインってずっとプロテインって言ってたさ、はい、正しくうんなわけ。あパッションさんだからプロテインを言えばいいっていう言えばいいっていうね、そうファッションさん傷ついたメールが届いてたのね。そう何も分かってなかったんだねっていう、リンタロさんと仲良くなれたと思ってたのにまだ分かってくれてないなっていう別の部分理解してるから。私でドッキリ大賞ジャパネットで鳥の鳴き声にホトトギスと言って、吉川さんにホトトギスはホウホケキョですよって突っ込まれる周り、あー吉川さんがホウホケキョウグイスじゃないの。そうなんかさ、そう、ホトトギスはホウホケキョですよっていう、マリ、違う鳥のことを、マリさん、この鳥の鳴き声何か分かりますかって言ったから、ホトトギスって言ったら違かったっていうのがね。あーなるほどね、そう、はいはい、もう、まあ、いいやこれ、はい、終わったことだ。で、新人賞がジャパネットババさん、はい、ね、審査員特別賞代打で出てくれたミキトニ、ミキちゃん来たね。いろいろ考えたけど他にもたくさん面白いことあったよね。ね、1年かいろいろあったんですね、やっぱ毎日の積み重ねで考えると。覚えてないもんだ ね。こちら数学戦略と迷い犬さんから来ました。タイガさんが番組に入りたてのことを、毎週金曜日はリンタロウさんじゃなくて若い男性アナウンサーがマリさんと担当しているんだなと思って聞いていました。そんな僕だからマリさんがある日突然言い放った、ちょっと待って名前何だったっけっていう言葉に一瞬手が止まりました。タイガです、よしみタイガって慌ててフォローする。タイガさんの陰キャラ、影キャラ、陰キャラならではの悲しい叫びに通ずるものがある僕は爆笑、忘れられません。多分僕はそれで初めてタイガさんの名前とマリさんの底抜けた、底抜けなだだよ、底抜けた明るさを知ったんだと思います。あれ変なだったね。じゃあ一
って。ひどい。あ、じゃあ名前なんだったっけってなったんだ。前江戸さんはだから名前なんだったっけに一票って。ひどい話であった。ちゃんとしてちょうだいよ、もう本当に。以上です ね、 候補たくさんありましたが、ドギアドラさんはね、うん、ここ最近のつぼった言葉はアドレスをアドデスってマリーが言った。あ、言ってたね。アドレスがずっとアドデスでした。その日はずっとそれでやりました。面白い。たくさんありましたが、今ご紹介したのも ね、笑ったんだけど対象ではないんですよ皆さん。対象はこんなもんじゃないからね皆さん。もう多分忘れちゃってるかもしれないけど、対象、対象は実はこれだったんです。ミュージックシャワープラスプラス流行語大賞2019は、教えなさいよ。あれ、ファンファーレ、ファンファーレ、ファンファーレがない。パンファレってなかったっけ。あー、冷凍しかないんだ。ということでございました。マリさん、やっぱりこれですよね。瞳に映るプリンセスさんから流行語大賞ですね。やっぱり教えなさいよではないでしょうか。記憶をたどってみると、どうやら私がことの発端だったような。あ、そうだったんだ、そうだったんだ。その時たくさんの、その時の投稿がこちらですって。テーマから外れますが、9月5日木曜日のサイブね、テーマからそれますが、昨日闘牛戦士ワイドの公式 LINE から久高真理女優デビューとの通知が。動画めちゃくちゃ可愛かった、真理さんついに花毛ではなく本物の女優ですね、おめでとうございますって。このメッセージの後、凛太郎さんがどんなセリフだったんですかとの質問に答えたのが あの言葉だったんです。マリさん本当に素敵でした。普段から見ていたマリさんが出演なんてとても嬉しかったです。DVD 買わなくっちゃっていう。 DVD まで発展してるんですか、これことが。絶賛発売中ですから、闘牛戦士ワイド2 3500円です。こじらせちゃったね。マリさん残るよこれは、ってことは、他にもたくさんのリスナーさんから届いたのがこの教えなさいよでした。みんな本当教えなさいよと思ってたんだ。ゆうちゃんむしろこれしかないと思ってたんだ。うん、ファン、キリシリン隊長、ファンファーレ鳴らしなさいよ。これいろんなところに応用できるのね。教えなさいよ。イケペ、あれ、ブス汚いわ。ブス汚いは2018でした。あ、2018か。まだ使ってますけどね。そうか、これだったんだやっぱりね。教えなさいよ。あれさ、まあ、見事受賞したってことで、うん、たくさんの反響がその当時もあったと思いますが、改めてあの受賞された久高真理さんに喜びの声を聞いてみたいと思います。久高さん、おめでとうございます。 ありがとうございます。今回あの流行る流行語大賞2019受賞ですが、うん、今の率直なお気持ち聞かせてください。もう本当に、まあ、花毛女優としてデビューをして、実際にテレビドラマ、まあうるま市が拠点となってスタートしたこの闘牛戦士ワイド、はい、世界中で愛されているテレビドラマの、まさか女優として私がデビューすることができるなんて、本当にちょびっとも1ミリも思っていなくて、でちゃんとした素晴らしいセリフもいただいて、長ゼリフでしたよね。もうそう、もう私だからこそあの役をいただいたのかなって今だから思えるんですよ。やはり皆さんの心にも響いたようで、はい、世界中が本当に喜んでおりますが、はい、その名ゼリフをちょっと僭越ですがここでもう一度再現して皆さんに聞かせていただけないでしょうか。よろしいですか。はい、それでは久高真理さんで教えなさいよです。教えなさいよ。